はい、こんにちは、くんでーす。ですね、今日は崖の町を紹介していこうと思います。崖の町作ってみたです。わあ、危ない！今クリエイティブモードでやってます。これ崖の町ですね。これどうでしょう、皆さん。こんな感じで。こんな感じですね。ですね、こうかなりね、もう全部が全部紹介するとね、こうアパートとかあったりさ、紹介しきれないレベルなんですよ。下見てください。これ全部もうありますから。こんな感じで作り込んでるんですね。この下の方まで作り込んでて、で、崖に沿ってこう、なんだろう、こう、なんだろうね。崖に沿って街を作ってみたっていう風なコンセプトのもと作ってるんですよね。で、真ん中にさっきからちょっと見えてたこれなんですけど、これが、水道ですね。これはどこに繋がってるかっていうと、まあ、ちょっと先に見ていきましょうか。ずーっと行ってですね、かなり遠くの方なんですけど、これもう見えなくなっちゃうんですよね、もはや。もはやね、遠くが見えなくなっちゃうレベルなんです。グイーンと言って、これいいっしょ、この、俺、下水道とか大好きなんだよね。この雰囲気。最高じゃないですか。こうやってね、水道がこっちに繋がってるんです。これ見てください。で、こんな感じで下水道があるんですね。うわー、すげー。いい感じですね。で、この下水がどこから来てるかって、もう下水というか、まあ水道なんですけど、これがどこから来てるかっていうと、ちょっと上の方に行かなきゃいけないんですけど、これ実は海の方向から来てるんですよね。どういう風な理屈でこれを真水に変えてるのかわかんないです。ほら、これ、前の動画で紹介した場所です。ここからね、実は降りると、繋がってるといったね、感じになってます。ちゃんとね、その辺は町として設計してますんで、お任せくださいって感じですね。はい、こんな感じでね、これもね、ちょっとオブリビオンに出てきそうなね、下水を作ってくれって言って、そういう下水を作ろうっていう元に、作ったんです。はい。こんな感じですね。また出ちゃった。こんな感じで作って、で、さっきの、それ、ね、水がね、どこに繋がってるかっていう風な話もね、ちょっとしなきゃいけないですよね。これちょっとあれだ。もう水があっても行けなくなっちゃってるんだもん。水があってもこれ、行き止まりになっちゃったりしてます。いや、俺、こういうの大好きでさ、本当に。大好きなんだよ。こういう、こう、なんだろう、水道とか下水とかさ、こう見えない、こう、構造物みたいなやつが好きでさ、こういうところまで作り込んでやってみようって言って、まあ、みんなで作ったんですけど、最高ですね。本当に。まあ、最近は、そこまでね、目立った発展は、まあ今、衆議院さん、なんか国会議事堂今作ってる最中なんでね。まあ、それはまあ、次回の動画ぐらい出せるかな、と思います。はい。こっちの方に行くとですね、まあ、これなんかあれだよな、下水道紹介動画になっちゃうよね、もはや。こっちね、真っ暗なんですよ。真っ暗なんですけど、ここだ。ここ、何かっていうとですね、あれなんですよ。浄水場なんですよ、これ。浄水場も作ってるんです、これ。ちょっと見やすい位置に飛ぶと、これ浄水場なんですね、これ。見てください。こんな感じで浄水場があります。これ、まあちょっと理屈は不明ですけど、何らかの浄水機能があって浄水しているという風な設定で、浄水場を作ってます。なんかいいでしょ？なかなか良くないですか？これ、上に上がれないですけど、こんな感じで浄水場を作ってます。まあ水を海から引いて、水をこう、なんていうの？各都市内に分配しているっていうふうなイメージで作ってます。はい。こう、芸が細かいんですよね。こういうところでね。こういうところで、中に水がまあ流れているように見えるようにするっていう、芸がいろいろ細かいんですよ。で、崖の町のちょっちょ戻ってきました。崖の町と下水道の紹介って感じで。の動画ですね。で、もう谷町喫茶とかね、もう本当にこう、なんだろう、一つ一つ紹介してたらもう、日が暮れちゃうような感じなんですよね。ざーっとしか紹介できてないんですけど、一応ね、こんな感じになってます。はい。で、こっちが、ここタンクハウスメイドバイ社畜。こんな感じで、眩しいな。眩しい部屋ですね。まあ、割と、もう歴史があるんですよね。これを作ってくれた人たちはもうなんか、もうこの沢で遊んでなかったりとか、もう本当にね、歴史があるんですよ。このサーバー運営って。かなり歴史があってですね。
昔はこういう人がやってたとか、代々伝わるね、ものがあったりだとか、ほんともう1年以上このサーバー運営してるので、随分変わりましたよ。1年で。こう、ちょっとしみじみした話になっちゃうんですけど、メンバーが変わったりだとか、まあ、あの人が来なくなっちゃったとかで、じゃあ誰がこれからリーダーでやっていくんだとかいうので、まあ、ちょっとね、あれの話になっちゃうんですけど、じゃあ、まあ、俺くんって言って、まあ、社畜って言って、まあ、このサーバーでね、メインでやってくれてる人に、まあ、仕切るのやってもらって、今やってるんだけど、本当にすごいね、本当によくやってくれて、これ、ネタじゃなくて、その本当にこの今、その社畜っていうか、このサーバーを運営してくれたりとか、その一緒になんか50人クラフトとかやってるじゃないですか。あれやってくれてるのも本当に感謝してて、それね、なんか、すごいよね。もう本当、本当すごいと思います。マジで感謝してます。コミュニティのリンク、URL 説明文にちゃんと貼ってますんで、そちらからもしよかったらね、配信してるんで、見てください。このな、ワールドを作る配信とかしてるので、そっちの方でね、マインクラフトのワールドは、ようこそバイシム帝国、渓谷の街へって感じで、看板見てなかったね。ここは正規ルートなんだっけ？はい。そんな感じでね。作業層、あ、そう、ここが正規ルートなんだ、確か。この先、渓谷の街。はい。本当に感謝してる感じで、みんなでね、一緒にやってきて、何々を一緒に作ろうとか言って、やってて、楽しい感じのサーバーです。よかったらね、この一緒にこういうサーバー作りたいっていう人がいたら、この、今説明文に貼ってある、ニコニコになっちゃうんだけど、コミュニティの URL で配信をしてるんで、そこでまあ、条例になってもらえれば、そこでこう、まあ、どんな人かってわからないとやっぱ入れないから、まあ、ぜひその配信でね、遊びに来てもらえればな、っていうふうに、思います。ということで、こんな感じでいいですかね。くんさんでした。どうでしょう？いいでしょう。すごいでしょ、この崖の町のこの、松明がいいよね、この。俺、松明好きなんだよね、この、なんか、キャンドルイベントみたいでさ。いいじゃん。という感じで、崖の町でした。崖の町、ちなみにね、こっからも行けるんですよ。この、向こうのこの、都庁のこの、西の方角からですね。こっからも入れるようになってるんですよね。こっから崖の町に入ることも、可能になってたりします。すべての場所が繋がるような感じで、各建物とか、それぞれは個別に作らないようにっていうのは一応、このサバで、まあ、やってることなので、なかなか、見栄えのあるものになってるんですけど、その見栄えだけじゃなくて、その繋がりもね、意識して見てもらったら動画面白くなるかなと思います。ということで、くんでした。今日ちょっと長くなってたけどね、バイバイ。またねー。